キャスティング TV をご覧いただきありがとうございます。今回はキャスティング八千代店、バス担当長谷がお送りさせていただきます。私がおすすめする、ルアーは、こちらとなっております。ティプスバルビュータとなります。主にブラックバス用のルアーですが、こちらカバーを打ったり、あと巻いたりしても大変使いやすいルアーとなっております。主な特徴といたしましては、このホール時に動く爪、シェイプした時にしっかり動くテール、ボディが、逆についてリブとなっております。余計なパーツがないので、細かいところでもすり抜けがよく中に入って、シェイプして誘ったり、あとは、打って落としてそれだけで釣れる、大変万能なルアーとなっております。こちらの使い方ですが、初めて使う方でしたら 5g から 7g のテキサスリグ、ビーフリーテキサス、ビフテキなどがおすすめとなっております。私の使い方といたしましては、重たいシンカー、ですね、こちら 21g のパンチングショットと言われる、ラバーをつけて使う、ルアーをよく使っております。細かい動作などいらずにただ落とすだけで、リアクションで釣れますので、ぜひ使ったことない方はぜひお試しください。今回は、ジャスティング八千代店長谷がお送りしました。ご視聴ありがとうございました。